はい、始まったよ。始まりましたね。ちょっと僕ドキドキしてるわ。僕もドキドキしてますけど、はい、とりあえず、今回、豚の鳴き声でしたっけ。はい、はい、ウェブラジ、豚小屋のウェブラジオ豚の鳴き声第1回でございます。はい、はい、ある程度プランは決めてますけど、それ以外は何も決めてません。ノープランだね。ほぼノープランですね。はい、あと最初に言うとかなあかんないけど、これ18禁にしといた方がいいよね。まあそうそうね、何も考えてないからこそ何か怖いからね。そうですね。だから一応言うときます。はい、18禁です。はい、みんなは聞かないでね。聞かないでね、いい大人も良い子と一緒に聞かないでね。そうですね、うん、これだけは、はい、決めときましょう。はい、はい、約束だぞ。豚小屋のお兄ちゃんと豚ちゃんと約束だぞ。しょっぱだからこんな手が いいんじゃない。僕はそういうの好きよ。はい、はいはい、じゃあまあまあ自己紹介かな。そうですね、知らん人ばっかりやろ。そうですね、こんな地方に埋もれた汚い汚いおっさん2人がやるレイディオですよ。レイジュー、ね、うん、まあまあ自己紹介から。はい、酢豚です。酢豚です。はい、まあ、ボードゲーム初めて2年ぐらい、もう2年かな、2年ぐらいになって、はい、コツ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 ボードゲームやってたんですけども、ついに念願の老人ボードゲームを、はいはいはい、今一緒に迎え合って座ってるアタック君と一緒に作るに当たりまして、はい、今回ラジオを撮ろうと、はいはい、実をね、実を言うとね、前回前々回2回ぐらいラジオ撮ってるんよね。試し撮りしましたね。それをただ世に公表してないっていうだけで、うん、いや俺あれ結構好きやねんけどね。いやあれもあれで広かったと思いますよ、うん、広かった、まあ、あんまりひどすぎて公開する気ないですけど。そうそう、初めてが駿河屋のあれよな、駿河屋のラインナップを上からぶった切るっていう。ああそんな感じでしたね、うん、半分ぐらいのコメントがわからないっていう。このゲーム知らんで終わるっていう。あれもう夜中に撮ってたんで、それのせいもありますね。いや僕はあれ好きやったけどね、はい、まあまあそんな感じで、まあまあちょっとねラジオをやろうということで、はいはい、まあ、はい、じゃあ次アタック君かな。はいはい、はい、僕はアタックと申します。ボードゲーム始めてからもうそうですね、3年ぐらいですかね。実は酢豚さんよりも、うん、ボードゲームの世界に入ったのは結構早いんですけど、うん、ただ、僕の場合だったら広く浅くっていうんですかね。なんでその酢豚さんの方が多分、ボードゲームの好きは多分大きいと思います。そんなことないですよ。イエーイ、そうやな、今の映像にしてたらひどいからね。もうまた声だけだからマシですね。まだマシだけどね、はいはい、一応まあそうですね、うん、好きなゲームはそうですね、俺も言いたい、好きなゲーム言いたい。まあさっきどうぞ。好きなゲームね、うん、考えてないんやけどな。マジで最近やったらドゥルドゥルクエストずっと言ってるやん。そうドゥルドゥルクエスト知らん人多いんちゃう。多いと思いますよ。ドゥルドゥルクエストってさ、だからあれやろ、トリックプレイだけやろ今。まあ国内でうつ、取り扱ってるのはそうですね、トリックプレイさん、ね、うん、お世話になってるトリックプレイさん。そうですよ、一応僕ら兵庫県民、姫路市民だからね。そうですね、姫路です、はいはい、地方を根差す姫路市民です。そうですね、はい、姫路でコツコツと頑張っております。そうやね、はい、まあ後々話すしようかなと思ってるけど、今回はね地方地方のボードゲーマーの現状っていうのを、そうですね、ちょっと語っていきたいなっていう、はい、一地方の市民として、うん、そうだね、そうですね、うん、で好きなボードゲー何？好きなボードゲー、めっちゃ戻るけど、好きなボードゲーな、悩むな、悩むな、いきなり言われても悩むよね。悩みますね。テーマで言えば、SF が好きですか？ああ、まあテーマそうやな、うん、ボドゲ始めた初期の頃は結構テーマがいいとかが多かったんで、でも初期ってそうじゃない？まあそうやね、うん、どんなゲームかわからん、うん、ルールだけ言われてもピンとこないですし、俺それこそ今ちょっとそこにあるけど、ダンジョンクエストみたいな、やっぱりドラゴンとか、うん、もうてかドラゴンってついたらなんか買ってるような気がする。ダンジョンとドラゴンとクエストっていう単語に弱い。ああ、一時期ディセントとかもめっちゃやってましたからね、アンドールのディセントとかね。いや、いいよ、やっぱり。いいよ、うん、いや、あの辺に弱いかな。うん、でも、拡大再生産好きかな。ああ、うん、俺はやけど、拡大再生産好きで。何かな、まあ、テラミスティカなんかはな、もうみんな面白いって言ってるから、ね、うん。あれは結構鉄板ですね。うん、
個人的にはね、僕ね、もういきなり同人芸やけど、うん、エイジオブクラフトやね。あ、めっちゃ好きやね。あれね、エイジオブクラフトはマジすごいんよな、あれ。ダイスと、ダイス使ったカタン。そう、ダイス使ったカタンとドミニオンと、うん、あれめっちゃいいゲームでしょ。うん、拡大再生産のほんま字でいく、うん、素直にあの拡大生産しつつもまた違ういろんなちょっとピリッと効いた、ね、うん、メカニズムが入っていて、言い方悪い言い方をすれば、あの既存のゲームの寄せ集めですけど、うん、そこをうまくまとめて別の感覚にしてるというか、大体のゲームってだってそうやんか、まあね、完全に新しいゲームっていうのはあんまなくて、要はシステムとシステムを組み合わせて、うん、なんかこう新しいゲームみたいなのを作るっていうのが多いよな、うん、でそれでなんかプレイ感が全然違ったりするから、うん、あれやねんけど、あれは俺初めてやるタイプのやつやったね、うん、ああ、うん、シンプルやねん、結構そのルールだけ聞いたらシンプルかなって思ってんけど、プレイ感はすごい新鮮というか、うん、初めてやる拡大再生産みたいな感じで、もう俺はあれ同人とか関係なく好きなゲームで、うん、あれはすごくいいゲームなんじゃないかなって、うん、そうね、うん、いきなりチキンダイス。いやでもいいんじゃないですか、地域のそのゲームに開けるっていうことだから、まあまあ、ね、言うたらその全国展開しないじゃないですか、地域、首都か、首都してますけど、あの元はそのあれじゃないですか、関西のとこじゃないですか、別に同人とかも分け隔てなく言っていたらいいんじゃないですか、まあ、そうですね、そうだね、うん、いやめっちゃいいゲームです、おすすめ、うん、いや俺あれさ、またずっとその話するんやけどあれ同人ゲーム作って思ったことやねんけど、あれ会場で3000円やんか、そうです、確かめっちゃあれ頑張ってんで、うん、だってダイス50個やねん、そう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 、それだけでも多分、うん、今日やるわって思って俺いやでもあれ大量に多分業者さんに発注して、僕らのそのブログとかにも載せてるあのレーザープリンター買ってとかじゃなくて、うん、多分業者さんに発注しとって大量生産しようから、ああいうことできるんじゃないかな、でもあれ名刺カードよね、でも名刺やけどすごい紙質は、紙質いいよねあれ、うん、めっちゃいいわ、あの辺めっちゃ聞きたいもん俺、うん、気になりますね、まあ、ただむっちゃいいゲームむっちゃいいゲーム、うん、はい、まあ、好きなゲームについてはそんなとこかな、そんなとこですかね、うん、まあ、とりあえずじゃあね、うん、まあ各々の紹介はこんなとこにして、こんなとこですかね、うん、まあ今度こうちょくちょくこういうラジオとかもやっていくんで、そういうところでポロポロと出せばいいかなと、うん、あ、僕31歳です、あ、僕22歳です、僕って言ったら酢豚31歳です、アダク22歳です10個差やねんなこれすごいっすよね、全然な、これすごいっすよね、毎回言うけどやばいで、アタックいやいやほんまに20何歳に見えへんねんって発言がまあ、うん、顔老けとうって言われるし、全然ジェネレーションギャップをだって普通10個差やったらさ、ジェネレーションギャップ感じるでいや、もうこれもね個人の話になるんですけど、あの昨日あの会社でカラオケがあって、そこのチョイスが古いってちょっと言われましたまあまあ、言い方したら貫禄があるってことにしておこう。そうそう、ありがとうございます。ね、はい、まあじゃあ今後ね、うん、豚小屋設立しましたけども、はい、どういうふうに展開していこうかっていうね。うん、言うてもですよ、うん。言うてもですよ。まあまあ、もうやっと、もう一個超少数で作っただけの。まあそうです、もうよちよち歩きもいいとこよ。うん、ね、しかも半分は知り合い、まあ知ってる人が買っていただいてね、うんうん、まあまあまあ、もちろんね、俺らもサークルとかいろいろ、サークルっていうかボドゲ会とか行ってるから、うん、そこの人らが買ってくれるっていう、まあ認めちゃんとプレイしてもらって買ってくれてはるから、うん、それはありがたいんやけど、うん、まあまあよちよち歩きですよ。そうですね、ここからうまいことね、うん、全国、まあ、まずは関西からかもしれないですけど、うん、全国に、ね、知らしめたいところでありますね。うん、今ね、あのトリックプレイさんで、うん、あの少数ですけども、まあ、取り扱ってもらってるんやけど、もう、うん、納入したその日に1個、そうそうそう、売れてたんですよ。ちょっと僕びっくりして、めっちゃ嬉しいわ全然知らん人間にこう売れるのめっちゃ嬉しい、ね、その時 の, あの顔を見てなかったんで、僕上あの上の階でゲーム中だったんで何やってたなんだっけ、キャメルアップやったかな、あ、しょうがないな、うん、うん、まあまあまあ、でもね、売れるのはありがたい話、ありがたいです、ありがたい、ほんまにこれは思った以上に嬉しかったね、うん、あ、やっぱりいいもんですよ、うんうん、でまあその
この豚小屋とまあ同時並行でこのラジオをしていくんやけれども、うん、まあラジオの目指すところよね。目指すところは、うん、目指すところやねんけど、まあまあそのこのラジオを始める前に、うん、言うたらね、その同時人活動を始めるにあたって、まあ一つ感じたこと、まあ最初人の目に触れたのがこの同人を出すにあたってが大阪のフリーマーケット、うん、そうでしたね。初お披露目、初お披露目でしたね。ほとんど告知とかもしなかったんで、うんうん、初お披露目して、うん、おいで作ろうと思ったんかその2週間半前ぐらい、うん、3週間それぐらいでしたよね。そこから超急ピッチで作って、そうですね、本当に一からですもんね。まずシステムから決めて、うん、そう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 、うん、もうなんかこうシステム決めて、どうやってカードコンポーネント調達するか作めて、であと箱とかもデザインとかも説明書とかも全部作って2週間半ですからね、うん、ほんまにだって最初始動の段階はもうイケイケのノリやったからね。あと3週間で作れるんちゃうやめてたね、めっちゃ余裕こいてたね、余裕こいてたね。グーパンやで、ね、マジでワープしてグーパン、いや大変やで、ね、過去の自分を全力で情報つけて殴りたいタイプ。何が大変やったやろな。俺ブログでちょくちょく書いてるけど、アタック君何が大変やった。テストプレイ大変でしたね。あ、テストプレイやな。何がええ、答えが何がええかよう分からなくなってきましたね。分かるわ、この、バランスでええんかっていう、それはあるな。もうやりまくってなんかもうよう分からんくなってくるな。そう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 、何が正しいのかみたいな。もう何が正しいのか、別にバランスあえて崩したままでええんじゃないかって言って、うん、そう、あの処女作ですよ、うん、そこまで作り込むのはいいですけど、うんうん、でもいろんな人にこのテストプレイしてもらったんやけど、やっぱりこうそのテストプレイする人によってもやっぱ全然意見違うから、うん、でまあ、1回2回やったら分からへんし、ただテストプレイはむちゃくちゃやったよね。まあめちゃやりましたね。むちゃくちゃやったね。めちゃもうプライベートの時間を削って。そうやね、そうね、いやでも僕ら以外にもね、要はテストプレイ付き合ってくれた方いて、本当にそうそう、いやタイミング良かったね。俺ちょうど夏場暇やから、あ、うん、仕事の関係上夏場が結構時間空くから、冬は忙しいんやけど夏はあれ暇やから結構時間は割けて、ほいでまあ幸運にもその知り合いが結構、そうそうそう、うん、多いから、知り合いがうん、ちょこちょこ、そうですね、テストプレイに付き合ってくれたりアイデア出してくれたりとか、そうそうそう、いや本当にありがたいことです。ありがとう、ありがとうございます。この場を借りてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それのおかげっていうのはあるよね。だからほんまに人脈には恵まれたっていうのは、そうですね、むちゃくちゃある、うんうん、いやこれ一人やったら絶対無理やもん。俺そうやもんな、うん、これもあのブログで言うてるけど、うん、やっぱ今回それは大切やなって思ったんやけど、うん、え、何の話やったっけ。だからめっちゃ話するだね。ラジオの目指すところですよ。あ、そう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 。だから、うん、そう、その大阪、そう、大阪ゲームマンに戻るけど、うん、何もない言うたら物だけを持った状態で、そうです、殴り込みしたわけやん。そうですよ。まあね、まあね、払えませんよ。それはそうや。いや売れたよ。売れたは売れたけど、やっぱ当初これ全部履けるんちゃうんって甘い考えやったやんか。ああ、知らましたね。もうトロトロですよ、本当に。トロトロの草甘い関係ですよ。頭の中お花畑、お花畑やったよ、本当に、うん、何も調べんと、うん、とりあえずそのゲームの出来だけ、システムだけでいったから、これは面白いとは思ったけどね、実際面白いって言ってくれた人もいますけど、うん、やっぱりね、どういうゲームかわからなかったから、うんうん、全然まずようわからん、ようわからん、気色悪いおっさんが手打ちしてる、うん、聞いたこともない、うん、だってパッケージもさ、魔界って書いてあの箱の上に書いてるだけやからね、うん、誰が手に取ってくれんねんって後で冷静になると思うやん、ね、うん、いやまあそこはねスペースが限られてましたからね、私有とかできれば、まあ私有やってましたけど、終わり際というかあの後半からは、うん、床に広げてね、そう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 、やってたけどね、何も準備してなかったから、うん、ほんまに地べたでしたけど、そうそう、でもそれで私有やって買ってもらった方とかもいるんで、うん、あれはありがたい、うん、あれはありがたいです、うん、だからそこでね、もう今あのフォローしてはるあの同人作家の人らが何人かおって、うん、だからその時はもう俺そんな余裕もなかったし、その時ツイッターも本格的にやってなかったから挨拶したかったんやけど、うん、ちょっとできなくってね、余裕なかったその時俺。だって価格下げようってずっと言ってたやろ俺。そうですね。いや、そうそう、壁としてぶち当たったもうあのコンポーネントの価格の問題も、うん、
またずれてますけど話、まあそこはまたあの魔界の裏話としてまたそれは別として、ラジオのとりあえず目指すところですよ。もうずれるな。すぐ脱線する。すぐぶれるな。ボトゲと一緒や。まあ、とりあえずね、まあ、話してたのがやっぱりこの地方のボードゲーマー、もしくは同人作家さんに優しいラジオ作り、もちろん大都市圏の人もね聞いていただいて、そのパイプ役になれればなみたいなこと、まあ具体的にはどういう風になるかはまだまだ全然ちょっと考えてないんやけれども、言うたらね、あのボードゲーム界の有名人とかいるじゃない、うん、いますね。考えたら、まあ、まあいろんな人名前言うたら、ね、名前出していいんかなこれ。いや、まあまあいろんな人いるじゃないですか、ね、田中間店長ぐらいはいいんじゃない、まあ、いいんじゃない。向こうは絶対知らんけど、うん、いや僕らから言うたら神様みたいな人。ああそうですよ。あの人の、ね、やってる 10days ラジオ、やっぱりためになるし面白いし、うん、あれ聞いて俺なんかいろんなボードゲーム買ってたりするから。ああ、やっぱ、うん、そうよね。でもそういう人らってやっぱりその東京であったりとか大阪であったりとかっていうその大都市圏のつながりで言うたら、うん、やってる人とかが多くて、うん、その地方にそのフォーカスを当てたラジオっていうのはあんまないんじゃないかなっていう。具体的に何するか何も決めてないんやけど、俺らが言うたら姫路で、言うたら地方じゃない。まあ地方ですね。毎週大阪に行くのは辛い。辛い辛いよね、うん、コスト的な問題もあるし、でやっぱりその同人ボードゲームを作ってて感じたんは、やっぱりその何やろ、横のつながりっていうのが、言うたら姫路とか神戸とかやったら知り合い多いんやけど、うん、まあそうですね、まだ、うん、やっぱりそこでボードゲームを作ってる人っていうのはやっぱそんなに多くないから、やっぱその情報交換ができない。同人ボードゲームを作るにあたってどうしたらいいのかとか、具体的にどういうことがあるのかっていうのが、あんまりその手元に転がってこないから、ちょっとほんまに困っちゃったりとかすることあるんよね。ありますね、うん、でその今新規で同人ボードゲーム作家さんっていうのはすごい勢いで増えてると、うん、めっちゃすごいらしいよ、聞いたところによると。そうやもんね、うん、なんかちょっと聞いたことありますけど、とある情報筋によるとね。そうですね。だからそのね、地方で頑張ってる、まあもちろん大都市圏の人の意見とかも聞きつつやねんけど、うんうん、まあそうですね、大都市の人にもなんか地方でもこういうことはやってるっていうのを紹介できたなって、うん、ちょっとあれですね、上から目線で申し訳ないですけど、うん、発信していきたいよね。発信していきたいですね、うん、汚い小屋から汚い電波に乗せて汚いこんなことしようって言うくせに18禁って言いますからね。そうやな、自分で自分の首完全締めてるからね。そうですよ、うん、いやでもまあまあまあ、その大都市圏とのパイプ役になれればなっていう感じで、だからそのまだ決めてはないんやけれども、うん、まあまあそういう人らをゲストに呼べたりしたら面白いんじゃないかなってことで。そうですね、だってあれやで、あの今もう同人界隈で知らない人はいないですよ。あのあれどなたですか、あのどなた言っちゃっていいのかなこれ誰いやあのお酒飲むゲーム、アルハラ、アルハラさんですね。アルハラシステムやったっけ。アルハラシステムズさんですね、はい、あれ沖縄の方なんよね。そうです、もう言うたら究極の海へ立ててるからね。いやまあちょっと沖縄の人も聞いてるかもしれないんで、あんまり差別的なことは言ってねえよ。いいところですよ、めちゃめちゃいいところですよ、まあ、まあそこから、うん、まあ言ったらまあ都市圏から離れとうっていうのは確かにそうですけど、それでもまあゲームマーケットに進出して、そうそうそう、ラジオとかでもちょこちょこ出て。あ、そうなんですか。うん、そうそうそう、うん、ちょこちょこ出張ってこういうことがあって、特にアコって作った経緯が特殊やんか、ゲームをそのね、うん、作るっていうなんか集まりがあって、あ、なんか、うん、アカデミーかなんかでしたっけ、うん、なんか、うん、まあ、うろ覚えやけど、うん、まあまあ言うたらそこの中でアナログボードゲームをなんか作りはってちょっと待って、なんて言ったの、アナログやろ、アナログゴム、アナログ、あ、ごめんね、はい、ごめんなさいね、頭なんかピンク色すぎるやろいや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 、今のはね、今のは君が悪いよ。いや、いつもね、もう言っちゃうけど、いつもアナログパーとか言うから18位やな、口癖のように言うからね。アナログや、アナログね、うん、だってなんかもともと何だっけ、そのグループで何人か集まって、うん、なんかデジタルゲームを作る中で、一グループだけアナログゲームを作ってたっていう、うん、っていうので、まあ、全国で発信していったっていう感じだったでしたっけ。そう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 、それだってる、うん、だからまあまあね、
そういうふうに成功してやる方もいるわけですよ、うん、成功というか有名になって。いや面白かったよあれ。面白いですね。だから俺も最初去年のゲームマーかな、あの大阪ゲームマーケット、去年今年か、去年今年今年、うん、に最初は別にノーマークやったんよ、うん、ほんでそのなんやろ、これも個人名出していいんかな。いやまあ一緒に来てた人が一緒に面白いって言って、言うって言って、うん、言って行って買ってきたんですよね、うん、その番組、うん、そうそう、その番組で買ったら面白い、まあ、面白かって、うん、クラウドも投資しようかなやってるよ今。まあまあちょこちょこやってますね、うんうん、あれちょっと、うん、やるわ多分、うん、やるんやけどまあそれはもう個人的なあれやから置いといてやね。いいゲームです。いいゲームいいゲームあれいいゲーム今いいゲームの紹介してるんでしたっけ、うん、あとはやってラジオの目指すところとしてはライトゲーマー向けにちょっとやっていきたいなと。地方の話終わりなの？え、いやもう終わりじゃないですか。あ、そうね。まあ頑張ります頑張ります。地方に向けて発信する、発信しますし、地方のボードゲームを作ってる人、あの開催してる人の話、うん、地方あるあるみたいなね。そう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 。ならやったら鹿が乱入してくるみたいな。ほんまかいな。ごめんな。薄いボケかましてごめんな。拾いにくいな。拾いにくい。拾いにくい。まあまあそういうね、うん、あるあるを聞けたらなっていう。いやもしかしたら面白いこと聞けるかもしれんからね。うん、いや北海道とかやったらどんなことがあるんかとか。なんかね。知りたいもん。雪国のボードゲーム事情とか知りたいもんね。案外それはないやろっていうことがもしかしたらあるかもしれない。まあそういうね、うん、感じ。もあります。うん、で、まあできたらちょっとツイッターとかで募集なりなんなりかけて、ちょっとゲストというかね、スカイプとか話しながら、そうですね、うん、話していたらいいですね、うん。そういう感じのことをとりあえず一つ、一、うん、つは地方、一つ、はい。でもう一つ、はい、ライトゲーマー向けね。うん、そうそうそう。さっきちょっと僕がちらっと言った。うん、今でも冒頭からの流れって全然ライトゲーマー向きではないよね。うん、重くそ同時の話をするところからまずライトゲーマーなんかな。そもそもライトゲーマーの定義っていうか、うんうん、そもそもライトゲーマーっていう言い方がちょっとなんかもうなんか、ね、トゲトゲしいやんか、うん、なんか上からやんか、うん、そうですよね、うん、なんて言えばいいんやろ。ひよこ、ひよこさん、ひよこさん、ひよこさん、ひよこ組、ひよこ組。いやそれもね上からですよ大変。まあとりあえず今ライトゲーマーとしましょう。うん、とりあえず僕らはそうでしたよ。うん、とりあえずあれですね、ご新規さんって言うたらいいんかな。そうそうそう、初めての方、うん、あんまりゲームは好きやけど、あの手探り状態というか、うん、どんなゲームがあるんかなって探ってる状態の、うんうん、ただねそのご新規さんは言うたらもうラジオ聞かないですよ。まあ、聞かないですね。正味な話。ボードゲーム始めたばっかりの人間が、ボードゲームのポッドキャスト探して、ポッドキャストかどうか分からんけど、ラジオ探して聞かないから、どちらかといえば、まあね、ベテランがね、うん、どう手を差し伸べるかと。うん。うん、こんな感じ。そうそう。うん、どういう風にしたら、もうやっぱりね、これからボードゲームは、多分増えていくと思うよ、人口。うん。現に。徐々に増えてますもんね。うん、SNS とか Twitter とかあの辺の功績もでかいと思うんやけど、うん、それもあるし、うん、大きいとこだったら人狼とかですね、テレビとかでも映画とかにもなりましたし、うん、まあ、そういうので通じて、まあ、確かに人口は広がっていくとは思いますよね、うん、でまあその時にね、あのベテラン勢がどうやってこうライトな方々を引き込むかっていうの結構俺重要なんじゃないかな。いや重要重要、うん、多分、うん、重要重要、うん、格ゲーもね、そう格ゲーみたいにはしたくないっすね、うん、また格ゲーはどっちかってやり込む系やけど、まあ、ボードゲームってやり込むっていう感じじゃない。もちろんやり込むのもあるけど、なんかその、うん、一元さんお断りっていうところもたまにはあるじゃないですか、うん、いやまあまあもう本当にボードゲームのサークルといいますか、もう本当に考え方人それぞれなんで、うん、もう全部が全部そのやり込み派みたいな感じじゃないですけど、なんかそのやっとう人があれこれ指示して、なんかその一元さんが、初めてのご新規さんがなんか嫌やなみたいなことで離れていくって人は少なからずいると思うんですよ、やってみて、うん、なんでそうやな、まあよく言われてるって何やよく言われてるというか、なんか初めてゲーム会に来た時になんかまあもう常連の方とかはなんかゲームの最初はあれやれこれやってやった方がおすすめやろって言ったりするかよりは、あのなんかこういうゲームとかあるんですけどどれがいいですかっていう風な押し付けが当たり前の話ですけどね、まあ、それはどこのサークルでもそうやねんけどね、まあ、サークルの特に
そのボードゲームに関してやっぱりオタクの人が多いから、うん、どうしても自己主張激しい人はそうなんだよね、いる、いますね、自己主張が激しいのは多いよ。ほらほらほら、うん、タクシー、ごめんなさい、はいはい何がピロピロ、何がピロピロ言わしてたの、ちょっとメール来てたんですはい、まあいいでしょう、すいません何の話だったっけ。そうですね、初めボードゲーム始めたばっかりは、始めたばっかりの人にどう接するべきか、うん、まあライトゲーマーがどう、うん、そうやね、どう接するべきかを、うん、まあ今一度原点に立ち返って考えてみようじゃないかと、うん、いや俺は新規なんかいらんねんとか、まあまあそういう人もおるでしょう、うん、おるけども、まあまあ逆にね、そうじゃなくて、ご新規さん入れたいとかそういうふうに考えてる人らが、いたら、まあまあどうしたらどうすべきかなっていう、うん、まあガッツリプレイヤーはまあガッツリプレイヤーで固まってね、うん、やるもそれは一つの正義ですよ、うん、それは間違ってない、そうや、うん、ただそのね、新しい人らを入れるっていうのも間違ってないと個人的には思うから、うんうん、やっぱりパンピ受けするゲームもいっぱいあるしね、うん、実際問題、うん、酢豚家でボードゲームやってるけど結構パンピの人間多いね、うん、読んだりしてやってて喜んでもらったりしてるから、うん、やっぱり結局そういう活動がそのボードゲー業界全体的に活性化を促すんじゃないかなっていうふうには思うから、うん、まあ、もしか俺らのやったことなんかちっちゃい草の根活動やけど、うん、まあでもな、そういうあの動きが全体的に広まればちょっとはな、ひいてはそれをやることでボードゲーが売れてボードゲーの価格が下がるかもしれない、うん、もうあるかもしれない、かもしれない、かもしれない、いやでも大手作ると強いよ、まあね、人狼のカードゲームのあれ宝やったっけ、どこ、いや、じゃあバンダイが作ったやつめちゃ安、じゃカードの質めっちゃ良かったもんね、あれめっちゃ安かったもんね、うん、コンポーネントたまらんからね、うん、そういうところがなんかドイツゲームのリスペクト、あの、まあ、言うたらやろ、海外のボードゲームリスペクトしたところもっと作ってくれれば、うん、ただまあ昔はバンダイもチケットトゥーライドを作ってたんですよね、うんうんうん、あれはちょっとなんだろう、なんか失敗して撤退したみたいですけど、撤退というか、まあ、ちゃんと日本向けでそのチケットトゥーライド作ってて、うん、一時期多分低価格で販売してたんですけど、やっぱり国産だから多分何か、まあ、今うろ覚えですけど3,000〜4,000円ぐらいですかね、チケットトゥーライドってやってて、うん、ただなんかいまいちなんか受け入れられなかった、ああそうか、まあ、まず文化を知ってもらうっていうところね、そうそう、まず根付いてないですもんね、うん、やっぱ知ってる人間は知ってるけど知らない人間は本当に知らないから、まずそこからやね、うん、まずそこからですよ、ベテランがどうしていくべきかっていうのを毎週考えていこうじゃないかと、毎週じゃないわ、まあまあ、まあ、今これから頑張っていきましょう、うん、そこにまあまあボタコが力を入れていこうかなっていう感じになると、うん、あと何やろ、まあ、あそう、あとまあ地方のライトゲーマーかな、地方のライトゲーマーの人はどうすべきかっていう、だからそれさっき言ったじゃないですか、うん、地方のやで、地方の、ああはいはい、地方、うん、もう人がいないと、まあ、人がいない、そもそもボードゲームやってる人間がいない、うん、っていうのもあるから、俺の場合さ、俺ほんまに周りに人おらへんかったから、もうとりあえずパンピーを普通のボードゲーム全く知らん人間を、うん、そっちに染めていったタイプの人間やからそうやもんな、周りおらへんかったもん、うん、ほんまに、まあ、ハリランさんとかにも言ってたけど、あ、ハリランさんっていう、まあ、姫路でやってるボードゲームサークルがあるんですけども、まあ、2ヶ月に1回やねんな、まあ、そうやってるんが、うん、足りない足りない、めちゃめちゃボードゲームやりたい、まあ、そうですね、でも人いない、うん、じゃあ作ればいいじゃない、はめればいいじゃないってことででもようそんなにあんだけよう集まるようになりましたね。それね、酢豚会、酢豚会、酢豚会最大何人でしたっけ？30人ぐらい。全員もともとあんまり知らんやつらを染めに染めて、染めに染めてね。まあ、もともとそのミクシーさんの、うん、あのオタクばっかりのサークルみたいなのがあるけど、まあ、そこから引っ張ってきたもうでかいんやけどね、まあもともとあれですかね、マジックとか、うんうんうん、トレカっていうか TCG やっとった人とかもいるから、うん、まあそこに理解を得てくれる人もおったとか言うんじゃないですかね、うん、だからまあその地方のねボードゲーマーの人らの立ち回りというか、うん、そういうのも聞いていきたいし、そうそうそう、うん、っていう感じですよ、うん、はい、駆け足でいきましょう。駆け足で。うん。駆け足でいきましょう。結構話ずれてますよ。ずれるね。うん。ずれるね。で、まあまあ、あともう一個これね。うん。あの、新規の同人作家さんとの横のつながりを持ちたいなっていう。持ちたい。まあ、新規じゃなく
ってもまあ、まあ、同人作家さんの、うん、まあ、先輩方が歩んできた軌道を僕らはペロペロ舐めながら汚いペロペロ美味しいですって舐めながら、わからんことだらけでしょ。まあそうですよね。まあそれはもう後乗り美味しいですっていう、ね、後乗り、後乗りでもやっぱり情報がそこまで出回ってないし、細かいことなんかわかんないじゃない。まあそうですね、正人正味の話、うん、ぶっちゃけた話さ、マージンはどんなもんなんかとかさ、うん、まあ、あるやん、どんぐらい作ればいいのかとか、うん、な、プロモは、プロモ活動もそうやし、どうやっていったらいいんやっていう、わからないことだらけなわけですよ。んで、言うたら、そういう時に、まあ、新規なり、同業者さんですよね、うん、もう言うたら、同時発信してる人結構おるんよね。まあ、その、ゲームマーケット区切りで、うん、その、発動したりするから、だからまあまあ今回のスタートライン、今回もねツイッター始めたけども、うん、今回初めてですっていう人むっちゃおるから、だからそういう人らと横のつながりとか、そうですね、情報共有持っていって二人三脚三人四脚ね、どんどんとね、輪をね、輪をね、輪をね、綺麗な言い方すると輪をね、輪をね、うん、あのつなげていけたらなっていう、うん、そこはねやっぱり、うん、宣伝一つにしてもそうやんか、うん、その人のフォロワーがいる、うん、こっちにもフォロワーがいる、うん、でリツイートをお互いするだけでやっぱり宣伝倍宣伝効果がっていうか、まあ知ってもらうきっかけになるってことやから、うん、これだけでもやっぱり大きいし、うん、まあウィンウィンですもんね、うん、でまあ、お互い刺激にもなるしね、うん、向こうはこんなにすごいボードゲームを作ってる、うん、こっちのはどうやと、クオリティを上げなければ、やっぱりクオリティのな向上にもつながるし、やっぱり低いままじゃダメですよ、うん、向上心は常に持たないとっていうのはあるから、やっぱり協力関係でありつつライバル的な感じになるのが理想ですかね、うん、なあなあなあじゃなくてね、もちろんね、うん、そこはちゃんとあのなんやろ、切磋琢磨できるような感じの、そう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 、それはめっちゃ必要なんじゃないかなっていう感じだね、うん、あとゲスト呼びたいね、あとゲスト呼びたいですね、ゲスト呼びたいね、まあまあとりあえず、まあ、多分はまずは近所からなんやろうけどご近所からどんどんあの、うん、じゃあテレフォンショッキング的な感じでまあね、こういう人間も、うん、いろんな人おるやんか、それこそ地方でボードゲームのその会を立ち上げましたっていう人もおれば、うん、お店やってる人もいますね。あとまあ言うたら全然パンピー向け、パンピーってさっきから連呼してるけど、パンピーわかるかな、一般人ね、一般ピープルのね、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと言い方古いかもしれないけどね、一般ピープルに、うん、言うたら発信してる人もいるし、うん、なそのハリランさんとかのに来てはる人とかでもやっぱ学校児童、うん、学校とか、うん、児童教育とかにボードゲームを実際その寄与してる人もいるし、うん、それで言うたらね、何やったっけ、朝日新聞やったっけ、どこやったっけ、神戸新聞、あ神戸新聞か、神戸新聞に取材を受けたりとかしてはるから、うん、やっぱりそういう人らの言うたらどういう経緯でそういうことになったのとか、うん、そういうどういうきっかけでとか、やっぱそういうの聞きたいから、うんうん、そうですね、ちょっと、うん、気になります、うん、だからそういうのをちょっとまた聞けたらなっていうのも考えております、はい、考えております、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、まあ、あとまあまあまあ普通にね、あと好きなゲームの語りとかもやりましょうよ、うん、ね、もう若干語りまあ、そんなに結構まあね、いや語り出したら多分ずっと言ってるよ、言ってますね、テラミスティカなんかもうテラミスティカ時間があんだけ長けなければな、ようやっとったと思うけどな、いやいやいいやんけ、いやいやいや、クソゲーとは言ってないよ面白いとは思いますよ、ただ何回もやる気にはちょっとシャイゲームや、いやでもまあ個人差ありますからね、この前のゲーム会でもへーって言いながらうえーって言いながらやってた多分ド M の集まりやな、ほんまや、そう考えるとボードゲームって気持ち悪いね、そうだね、まあ、とりあえず目指すところはうん、そんな感じです。そうですね。目指すところはそんな感じ。うん、はい。じゃあまあまあそんな感じで、はい、次コーナー、とりあえず一つコーナーをちょっとここら辺で一回区切りましょうか。うん、はい。区切ってコーナーね。コーナー。コーナーをコーナー言いましょう。はい。はい、もう豚の妄想。はい。豚の妄想のコーナー。イエーイ。はい、どういうコーナーか俺が説明した方がいい、インストした方がいい、ああインストお願いします、豚の妄想のインストなんですけども、はい、まあ、僕ら同人作家です、はい、ね、言っても、はいはい、でとりあえずまあ言うたらシステムでもいいしテーマを、うん、
妄想でとりあえず垂れ流そうやないかとね、うん、もしかしたらそれ聞いて、あ、このアイディアいただきっていう人出てくるかもしれない。あとあと俺らがね、あれ使えるんじゃないのっていう、そうね、とりあえずもう言うだけ言う感じですね。そうそう、あの、うん、ボドゲのテーマ、同人ボドゲのテーマを考えつつも、うん、まあ、あとラジオトークの言うたらし、コーナーの募集というか、うん、あの、ここでもう企画をしていくという、そうそう、もう企画を本当に垂れな、どういう企画会議を垂れ流しですね。そうそう、企画対会議を垂れ流すっていうコーナー、うん、の豚の妄想、豚の妄想やねんけど、はい、なんかあるテーマ、作りたいテーマみたいな、作りたいテーマな。作りたいテーマ、いや、もう俺さ、最近ボードゲームをさ作るときに、もう言うたらコンポーネントを見てから考える体になってる。ああ。だから、あの、百均とか行ったりとか、うん、ホームセンター行って、なんかゴムのプリプリしたやつ見るやんか。ああ。これボドゲに使えへんかなっていう切り口。あ、それはありますね。頭の中で考えてても、うん、どうやってそれを形にまとめるかは難しいと思うんで。うん、そこのが切り口になりつつある、うん。逆にその考えてコンポーネントからこういうテーマストーリーとかでいいんじゃないかっていう、うん、それは僕もありますわ、うん、まあ、あとなんかその言うたらシステムじゃなくてテーマ、あの、言うたらダンジョンドラゴンやったら、ダンジョンクエストやったら、うん、言うたらファンタジーやんか、ファンタジー、ね、どういうのを作りたい、なるほどね、でもないのを作りたいよね、うん、ない、案外ないのがね、あの、ロボットものとかね、ああ、それはちょっとあれやね、俺も今日仕事中になんとなく考えてたけど、うん、マジですか、うん、ドラフトゲーやねんけど、はい、ドラフトゲーやねんけど、うん、あの、ロボットの頭、胴体、足、手があって、ドラフトでパーツ取っていくんよ。あ、なるほど。ほんでそのロボット同士を戦わせるっていう、どう、面白そうや、やろ、うん、作ろう、採用採用、でもシステム難しいよな、どうやって戦わせるっていうのね、むずいやん。だからこう、こちらを立てて、だから頭2枚、うん、体2枚、うん、腕、左右で4枚、足2枚ずつ取って、いい方を自分が組み合わせていくみたいな。だからセットコレクションで強くなったりとか、うん、いいんじゃない、バトルも。あともう一個考えてるんが、うん、あとテーマとしていいのが、あれやね、あの、なんやろ、普段自分らって携帯電話とか、うん、物持ってるやん、財布とか。うん、それを戦わせるゲーム。ああ、なるほど。例えば、俺はこれを出すぜっつって、まあ、バルタン星人のソフビ人形をバーンって出すとするやんか。はい。な、はい、んで、向こうも何か出してくるわけ。で、どうやって戦うかって言ったら、カードがあって、カード引いたら、例えば、大きい方が1ポイントとか、ちっちゃい方が1ポイントとか書いてある。ああ、なるほど。うん、なんかそんなゲームなんかありますね。え、そうなん、え、いやいやいや、なんかそれに似たゲームはありますね。なんかで、まあ、それで、まあ、パラメーターみたいなのが上下して、うん、まあ、ダイス、それ、その、それを、なんやろ、そのパラメーター見て、そのパラメータープラス、まあ、ダイスロールでもいいや。で、戦っていくみたいな。うん、本当にもうライトな感じですね。うん、まあ、いいんじゃないかなっていうふうのを、ちょっと妄想してる。それは面白そうですね、一発ネタとしても。うん、割とありかもしれない、やろ、うん、コンポーネントはもう自分で用意してもらうみたいな感じや。それはちょっと逆転の発想ですね、コンポーネントは、うん、うんうんうん、私なんかある、なんかあるかな、な、急に言われてもな。そうなの、もう一個あるんやけど俺。マジですか、ずっと考えてるから、俺仕事中ずっと考えてるから。仕事しましょうよ。してるよ。じゃあ手を動かしてるよ。はい、何ですか、汚いおっさんが出るゲーム作りたいね。汚い、何を言い出すとか思えば。カードゲームで、はい、ランニングシャツと、はい、あのブリーフだけのおっさんがなんかもううわーってなってるゲーム、うわー、ないやん、ないでしょ、ないですけど、作る気もないですよ。ソワー君めっちゃ汚いねん。ないですけど、おっさん、おっさんが出てくる、おっさんをフューチャーしたゲーム作りたいな。汚い、なんかカードとかアイテムカード、バサシとか出てくる。これ完全テーマだけやで。ああ。もうトリックテイキングでも何でもええわ。おっさんみたいな。四十肩みたいな。四十肩っていうカードとか出したいやん。いや、テーマ重要よ。おっさん。
いや、そんな思いつきますね。いや、作りたいわ。いや、でもまあ、いいんじゃないですかね。マジで。めっちゃ汚いで、アートワーク。めっちゃ汚いで。いいじゃないですかね。何人手取ってくれるかわからないですけど。初老みたいな方で、ね、初老。衰えマーカー。衰えマーカー。いや、定年退職したらゲーム終了。老後、もうそうだったら老後っていうあれやから、よくないおっさん、ダメ。いやおっさんないよ。ないですけど。いや、渋いおっさんが出るゲームあるよ。ありますね。ね、海外でもそうやんか。箱絵おっさん特集みたいな、確か風花さんがしてたやんか。ああ、風花さんが。だからもっと、もうむっちゃ汚いおっさん言うて、よれよれの服着てるみたい。じゃあ言いますけど、極論かもしれないですけど、箱絵にめっちゃ汚いあのリアル調のうんこが書かれたゲームがあったら、それってやる気ありますか？お前、うんことおっさんを同列にすんなよって話。いや、だから極論ですけど、だから一人よってはうんことおっさん同列の前におるじゃないですか、汚いおっさんって。いや、じゃあデフォルメ、女の子とか。じゃあデフォルメしたおっさんにする。いや、それやったらね、かわいいおっさん、かわいいおっさんで、四十肩みたいな、バサシーみたいな、いいじゃない。汚い。何がいい？汚い。借りる AV は熟女ですよ。いや、だからそういうカードゲームいいんじゃないかなと思って。まあ、いいんじゃないですかね。全部肯定やんけ。作るで、俺一番作りたいこのおっさんやからね。マジやんか。いや、だから最初のロボット作るのと合わせてさ、おっさん作るのと、おっさんメーカーだから、足プーマー、上の服はなんかみたいな、ラコステみたいな。で、まあまあね、ツルツルヘッドとか、頭、胴体、足で、あと、まあ、性格なんか地位みたいな、仕事みたいな、仕事、うん、そう、地位とか、いいんじゃない、うん。で、おっさん同士をマジ戦い、ガチンコバトルみたいな。結局戦いに行き着くんですよ。そこは戦いに行き着くんで。いいんじゃない、おっさんシリーズ作ろうよ。あ、豚小屋のおっさんシリーズだみたいな。シリーズで作るのはあるかもしれないですね。おっさんシリーズ、うん、いや、だからおっさんに限らずですよ、シリーズで作るっていうのは。魔界のリメイクおっさんしようよ。いや、それは嫌ですわ。おっさん。まあまあまあ、でもおっさんはちょっとフューチャーしていきたい、俺。フォーカスしていきたい、あの素材ではあるよね。うん、うん、汚い。あとは、うん、汚いから離れますけど、うん、ドイツゲーム普及協会の由美子さんでしたっけ、うん、が、あの自学童保育でも使えるような、はいはいはい、なんかゲームをちょっと作ってほしいみたいな話を前聞いてたじゃないですか。聞いてます。それで考えたんですけど、なんかそういう童話を元にしたゲーム、うん、言ったら、まあ、3匹の子豚とか、うん、ウサギの飼いとかありますけど、うん、もうちょっとなんか日本昔話を元にしたゲームとか、なんかそういうね、なんか子供とかでも使えるような、なんかお子さんとかでも一緒に遊べるようなゲーム、うんうんうん、テーマのゲームを作りたいなって。採用。ただ、あのシステムとかは、はい、あの僕がその初めドイツゲームとか、あの全く知らん人に紹介するときに、うん、ドイツのゲームってあの子供向けとかも多いけど、あのファミリー向けで子供向けとか多いけど、子供騙しじゃないっていう、なんかまあ大人と言うたらドイツゲームみたいな感じですよ。大人と子供とも混ぜて楽しめるような、うん、あの童話を元にしたゲーム、うん、お子さんもそれで興味持ってもらえて、将来の英才教育に役立っていただければいいんじゃないでしょうかという、そういうのもちょっと進めていきたいよね、うんうん、そういうのにはまあちょっとおっさんは登場はしないですけど、うん、いや、絵だけ描いたらいいんちゃう。付け替えにしたい。だからそこはまあ別に、まあね、大人バージョンと、うん、子供バージョン、綺麗バージョンと汚いバージョン。どうしてもそこにこだわるんですね。いやいや、いいよ。まあまあ、でもそんな感じかな。でも、うん、ここで吐き出しすぎたら次やるときにもうないからね、ネタ、うん、出しまくったもん。ここら辺でやめときましょうか。もう時間も長いし。やめとこう、うん、やめとこう、うん、まあ、はい。あと、ラジオのトークテーマ。トークテーマ。というか、なんか、何をするか、コーナーする、何をするかとか。ゲストやるときさ、岡間区長でやれ。なんで？なんか、いいやん。え？岡間区長。根拠は？すぐこです、みたいな。
ゲスト。それは別にゲストだけじゃなくて、うん、なんか今日あの始まりの時に、うん、なんかあのあ何回かなんかメモ書いといて、うん、岡間区長で話す語尾に何々つけるとか書いて引いて今日はこれで話そうっていう言うたら制限縛りプレイですよ。うんうんうん、そんな感じのあそれもいい、たまにあってもいいんじゃないかなと。そうなんかね、あでもそのなんでオカマかっつったら、はい、あれなんよね。今主観で喋ってるやん。はい、でオカマっていうキャラクターを通すことで、はい、また違う切り口からみたいな。あると思うよ。そのキャラやったらこう考えるみたいな。少なくともあのゲスト呼ぶ、ゲスト以外の時にしますね、それは。ゲスト以外の時、うん、ゲストを呼んどってなんかいきなり岡間区長とかそのゲストの人になんかレハードル高いというか申し訳ないです。そう俺いいと思うけどな。じゃあ俺が、あまあいいでしょ、それは後々考えたいんですけど、うん、岡間キャラは僕は好きです。はい、うん、いやだって個人的な話になるけど、その友達ん家行った時なんかずっとその夫婦の嫁の方と岡間区長で喋ったりしてる。もう混ざってますけど。何よこれって言いながら。ボードゲームやるときなんか岡間区長楽しいよ。なりきりプレイは楽しいですよ。なりきりプレイ楽しいよね。ロールプレイ、そうね、ロールプレイなのよ結局のところ。そうそうそう。だからそういうのもやっていきたいな。だからそのさっき言ったそのなんかテーマを決めて、うん、今日のラジオのお題は岡間区長で話すみたいな、うん。いいわね。そういうのをやっていきましょう。うん、そうね。アタック。すぐこう。やるわよ。やるわよ。やるわよ。うん。はい、もうそろそろここら辺までにしましょうか。はい、はい、まあまあ、今回は今回じゃあもう今回は、これで終わりですね。初めてちょっとラジオ、あの初めてじゃないですけど、うん、初めてこうやって多分公開することになるとは思いますけど、撮ってみて、改めて撮ってみた感じどうですか。どうなんだろうね、わかんないね。ただ思いついたことをダラダラ喋ってるだけやから、どうなんやろって言われてもどうなんやろね。わからんね。うん、いつも大体こんな話してるやん。まあそうですよね。今回は一応まあ大まかに台本といいますか、コーナー何をするか決めて、例えばその豚小屋とはこういうやつですよっていうのも、うん、こういうのを最初から、うん、大まかに話そうよって決めてやっただけなんですけど、基本的にもうブレまくりでほぼフリートークでしたよね。ブレてるね。ブレてるよ、もう。まあまあでも、うん、いいんじゃないかな、うん、俺ららしくって。そう俺らはね、他のラジオを聞いてたらね、みんな賢いよ、うん、めっちゃ賢いよ、調べてさ、ちゃんと、うん、めっちゃめちゃ賢いし、知識もあるし、俺らアホやしさ、知識ないやんか。だってうろ覚えで語ってるとこも多いですもんね。おいおい、でもね、アホアホなりにできることがあると思うんですよね。はい、あの泥水をすするのは僕らの仕事です。はい、はい、だから僕らは泥水をすすります。豚小屋は泥水をすすります。泥水魂、泥水魂、乳首ぐらいまでなら出します。ね、もうそういう、そういうスタンスで初心者に優しい、うん、ね、こんな汚いきなり第1回でさ、よしよ、それで初心者に優しいとか口から出ますね。第1回で乳首っていう単語普通出んからね。第1回大事。これでキモいって思われてもしょうがないけどね。もう最初の第一印象決まりましたよ、これ。ひどい。ひどいね。でも最初に唇切ったの君やからね。え、いや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 、まあいいや、まあいいや、まあいいや。はい。ね。はい。まあまあそんな感じで。こんな感じで続けていきます。だね。うん。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。本当にでもね、その新規の人。特に老人作家さんとか、うん、あのこれからボードゲームを始めようという人、ね、聞いていただければ、ちょ僕らと一緒に歩んでいこうじゃないっていうね、うん、え、なんで今日トンとしてんの。びっくりしたんやけど俺今何今日トンとしてんのって。いやなんかもう終わった気になる。あかんよ。ね、うん、次第2回はどうしよっか、何も考えんとこか、うんうん、次もしかしたらゲスト来るかもしれんし、ゲスト呼んでいいかもしれないし、その近況も語ってもいいんじゃないですか、そのゲームマーケットに向けて。あ、そうやね、うん、俺ら今何もしてないけど、まあうん、そこはもちろんブログにも載せていってもいいかもしれないですけど、こうやって、うん、そのブログよりもその口で一口で言った方が今考えてる、うん、本当にリアルタイム性というのは多分こっちの方が高いんじゃないかなと、うん、そうでもないか。いや、いいと思うよ、めっちゃいいと思う、うん、
だからゲームマンに向けて大阪ゲームマーケットね、うん、僕らちょっと頑張って出せたらなっていう、うん、在庫嫌やな大丈夫かなまあね、ボトゲフリマで痛いの見ましたからね。いやまあ一応全部はけたけど、全部はけましたけど、ね、はけたけど怖い怖かった夜寝れんかったの俺気にせんと寝てましたけどね。いやいやまあ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 、まあ、話し出したらまたキリないから、うん、あれやりましょう、うん、ね、はい、まあ、そういうのそういうだからそういう気持ちきっとみんなあると思います、うん、ね、だからねそういうのをみんなと共有しながら、はい、できたらなと思う次第でございま す, そうです、はい、まあ最後にご清聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、聞いてくれたよ ね, ねえた今でもそうですね50分撮ってますねでもこれも多分流します50分全部はいはい、はい、僕らの地帯をはい、はい、でも50分長いわ長い、ね、次30分ぐらいにしましょう、うん、とりあえずがっつりこれだけ聞くんじゃなくて何かしながら聞いてほしいね。ああそうですね、うん、何かしながら聞いて、そう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 、お願いやもう作業用 BGM でいいんで本当に、うん、大したことほんま言ってないからとりあえず聞いていただけるだけでもありがたいです。そうそうそうそ う, そう、うん、はい、じゃあまあそのところで本日はお開き、はい、お開きです。これからもまた豚小屋および豚の鳴き声、ウェブラジオ豚の鳴き声をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました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 。